こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、山形県鶴岡市鶴岡駅前に来てます。これからですね、鶴岡の町をね、歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年10月16日日曜日ですね。今ですね、午後2時35分。ではですね、鶴岡の街をね、歩いていきたいと思います。前にアパホテルがあったり、アパホテルですね。で、市街地マップはこういう感じですね。鶴岡公園、庄内神社。で、駅はこういう感じですね。あ、そうそう、藤沢秀平記念館があるんですね。鶴岡市のお生まれだったと思います。めちゃくちゃ読みました。20〜30冊読みましたね、藤沢秀平さんの本は。ではですね、町の方を歩いていきたいと思います。一番先行乗車は鶴島鶴岡駅です。まもなく発車をいたします。ご利用の様はお乗車になりましたら近くに入って庄内藩ですね。藤沢秀平さんの小説の舞台、なんていう判明か忘れたけど、海に南、なんかそういう名前でしたっけ。通路があるんですね。こんな感じです。ユネスコ食文化創造都市鶴岡へ。こんな感じで、これがバスロータリーですかね。なんか最近 YouTube でバスを乗り継いで日本を縦断するっていうやつを見てるんですけど、なんかバス的になりますよね。あと田川陽介さんがやってるバスを乗り継いで ポイントを獲得していくとかね、そういう番組をね、たまに見てるんですけど、ね、そうなるとこのローカルのバスが結構気になってきますよね。そしてだいたいですね、目指すとこまで30分ぐらいの行程かなと思います。こんな感じですね。駅前はこういう感じです。で、これはマリカ西館って書いてますかね。清川屋、ダダッパイのお店。ああ、なんか酒田の駅でも見ましたね。
して、この辺りは道の真ん中から水が出て凍結防止でしたっけ、なんかそういう道があったりして、なんか雪国に来たなっていう感じですよね。山形さん、野生ようなじゃあラフランス有名なんでしたっけ、山形は。で、駅前の商店街になるんでしょうかね。この庄内ホルモンというのを何回か見かけたんですけど、この辺はホルモン焼きでも有名なんでしょうか。地主薬品、なんかこの前酒田の町を歩いてたんですけど、そこには地主茶、なんか同じように地主ってついてるお店があったんですけど、どういう意味なんでしょうね。地主っていう名字の方がおられるんですかね。肉そば末広食堂支度中。山形肉そばですよね。僕も15年ぐらい前に、でもここは中華そば、僕が食べたのはあのなんていうお店か今思い出せないんですけど、有名なお店の肉そばを食べました。冷たいお蕎麦ですね。味があんまり思い出せないんですけど、美味しかった記憶はあるんですけど、商店街が見えてきましたね。この辺りもなんか歩道は商店街の歩道、舗装のされ方がそういう感じなんですけども、特にそういう案内とかもなく、
してもう少し行くと見えてきましたね。サンロード日吉商店街、歩道に屋根のあるタイプの商店街です。両側を歩くっていうのは時間の都合上ちょっと難しそうなんで、今回も片側だけ歩く感じにしたいんですけど、額縁製造大川家具店、不動産屋さんがあって、お店はもうほとんどやってないんでしょうかね。ここも貸し店舗、ここは山形銀行ではありません。以前は山形銀行だったんでしょうか。居酒屋さんなんで夜はやってたりとかするんでしょうかね。ここも表具屋さん、京表具、デリカ町なんていうお店なんですかね。山形牛が結構売ってるみたいです。そしてここで終わりなんですが、この辺の鉄骨がなかなか、ここまではね鉄骨じゃなかったんですけど、ここから鉄骨が始まってなかなか時代を感じる鉄骨です。屋根がね、商店街はやっぱりここで終わってますかね。アーケードが終わってるだけなのか、商店街が終わってるのか、ちょっとその辺は分からないんですけども、そしてね、正面になかなか雰囲気のあるちょっと神社ですよね。神社があるんで、ちょっと覗いてみましょうかね。まぶしいんですよね。今ちょうど正面に太陽が来てて、
本の日枝神社いいですね。で、向かいがろうそく屋さん、富樫ろうそく店はもうないんですかね。これですよね、この管理地っていう看板が出てるとこが富樫ろうそく店だったんですね。ちょっとなんかこの鶴岡町中キネマっていうのをちょっと行ってみましょうか。でね、こっち行ってもね、なんかちょっと商店街っぽいって感じなんですけど、このなんか古くからあるね映画館、僕好きなんですよね。あとこの辺の建物がすごいですね。昭和館と言っていいのか、こっちも昭和館はあるんですけど、この辺はまた独特の雰囲気ですごいですね。サビサビです。トタンが錆びてますよね。ここが富樫ろうそく店だったんでしょうね。さら地になっちゃってます。看板に出るほどなんで、昔からあるろうそく屋さんだったのかもしれないんですけど、なくなっちゃってますよね。そして映画館見つかりますかね。こっちで合ってるんですかね。港ビル駐車場、わかんないですね。果たして今もあるのか。見つからなかったらちょっと家に帰って調べるしかないですね。なんかお寺のとこまで出てきてしまいましたね。ちょっとわからないので元の道に戻りましょうかね。長山邸跡、10メートル。ちょっとどんなお宅なのか見てみましょうか。ここは曹洞宗のお寺です。曹洞宗ってことは禅宗系ですか。臨済宗と曹洞宗が、あれですよね、禅宗系ですよね。長山邸、あとここ、バナナハウス。なんか駐車場、さら地、そんな感じになってます。そして
そこはツルハドラッグ。分からなかったですね。ちょっと北の松分っていうか建物がいい味出してます。ちょっと戻っていきましょうか。ここにお社が、ここっていうふうに書かれても、ああ和尚大流の地ありましたね。この細道、この長山邸で滞留したんですね、松尾芭蕉が。そういうことですね。ちょっと奥の細道ね、僕途中までしか読んでないんですよね。松島のあたりでやめてる気がするんですよね。なんでそれ以降の記憶があんまりなくて、大学生の時に松尾芭蕉、ああいうのはやっぱ学生のうちしかなかなか読まないですね。ほんと時間がたっぷりあった時は読めたんですけど、なかなかそういうのを時間かけて読むっていうのが難しくなっちゃいました。根気がなくなったんでしょうかね。なかなかツタがいい感じですよね。ということはやっぱこの辺は古い町なんでしょうね。松尾芭蕉はそうやって立ち寄るようなそういうところだったんで、松尾芭蕉のああいうこう俳句のパトロンっていう、ああいう人たちってやっぱ町人が多かったんですかね。それ町人か庄屋階級の人たちですかね。ああいう人たちがこうパトロンというか、俳句のあのなんて言うんでしたっけ、連句って言うんでしたっけ、連句はちょっと違うんですかね。あのみんなで集まって俳句を読み合う会みたいなのが、ああいう人たちが松尾芭蕉のパトロンだったっていうのはなんか読んだことあるんですけど、そしてこれを川に出てきたんで、なかなかこの辺も昔からある雰囲気ですよね。なんかこの町の造りというか、大泉橋、あそこにも奥の細道のなんか日が立ってますね。うつから出羽を巡っていた廃聖でいいんですか。松尾芭蕉は6月10日、暦7月26日に羽黒山を下り、鶴岡城下の庄内藩士、あ、長山茂行宅で地元の俳人たちと俳句を楽しむ3日間を過ごした。で、13日には駒
この内川でいいんですか。内川の船着き場から船で酒田に赴いた。酒田ってことは。こっから北の方になりますよね。当時の酒田貝の船は内川より赤川、関川を経て最上川河口の酒田まで28キロ、ほぼ半日泳いしたという。こっから船に乗って。して、なんかそう言われてみるとこう歴史を感じるような石垣のような気がするんですけど、当時からこういう石垣があったのかどうかはちょっとわからないです。なんかでもコンクリートでこっち側は固めてたりとかしますんで、江戸時代にはこういう川じゃなかったのかもしれないんですけど、左側は完全にコンクリートですよね、この石の間は。ちょっと、違うのね、石垣はちょっとどうなんでしょうね。そして、ここからですね、またアーケード商店街があるんですけど、そうそう、銀座通りですね。で、そっち側の川の横の道が川端通りで、で、もう少しこっち側のね、さっき見えてた川、あ、川というか川の橋かかってる橋、それが昭和橋で、そっちが昭和通りで、で、もう少し行くと御幸通り。銀座通りに御幸通りまであるんですね。どっちを歩くべきか。結構ね、立派なね商店街なんですけど、このアーケードが不況に負けず営業中。金妻焼きって何ですかね。帰りここを寄って買おうという気もするんですけど、今現金持ってないですよね。これ現金持たないとダメですよね。ここは化粧品とエステの専門店。結構ね営業してるお店ありますね。ここも洋品店で、隣の家具屋さん、ここはハンコ屋さん、鶴岡町中キネマ映画情報。何も貼られてないですね。
でね、日曜日ですからね。そして三井家蔵座敷、ここも明治2年に260戸を焼失した大火があった。なるほど、そうなんですね。こういう蔵だったんですね。食堂アルペジオ、サーロインステーキ定食 200g 1600円、いい感じですよね。いい値段、いい値段というか手頃な値段で食べれる気がするんですけど、思ったよりも営業してるお店あって、すごいですよね。なんかね、本当規模といい、アーケードといい、なかなか立派な商店街なんですけど、やっぱり皆さんの生活が郊外型に移ったからか、なかなか人は歩いてないですよね。もちろん三幸通り商店街、そうですね、ちょっと行ってみましょうか。この辺は歴史を感じるような、そういう建物が結構つながってるんですけど、やっぱりなかなか人はいないですね。こっち行くとこの辺はスナックとかが多いですね。不思議な作りの縁起物の矢とかなんですかね。スナックとかあったりするんですけど、もうちょっと行ってみましょうか。
全然やってなさそうですよね。スナックお茶漬けクラブセブンヤ、ここは営業中ですね。近所の人たちが来るんでしょうか。貸し店舗。この辺もスナックがあったりとかしますね。青果店、果物屋さん、さっきの商店街に戻っていきましょうかね。まだね、みゆき通り商店街続くんですけども、なかなか立派なお家です。蔵があってね、この赤茶けた道を見ると雪国だなって感じがするんですけど、道の真ん中にこう水が出るね。そういう通り、この辺はやっぱり、この辺道の中心を水が出るそういう作りになってますね。そしてこの辺はスナックとかあるんで、夜は少し賑やかになるんでしょうか。
鶴園ビルディング、外人美女ショー、トレンディーパブ、フクロウ、ショータイム付き、もう少しね歩いてみようかなと思いますのでお付き合いください。でここからは南銀座商店街、アーケードはなくなるんですけどね、今商店街みたいです。10月9日日曜日、終わったばっかりですね。坂井家庄内入部400年記念庄内大祭でいいんですかね。いやちょっと見たかったですね。そしてここミョンドン、ミョンドン、ミョンドン、ミョンドンってソウルにある町ですよね。どんな雰囲気なんですかね。原宿とか渋谷とかなんかそんな感じでしたっけ。ここはね、大きなね、洋服屋さんですかね。池田、まあ、お食事処もあるんですね。おしゃれショップ、何はや。商店、読み出さんなんですかね。さあそろそろね撮影を終えようと思うんですけど、この辺で終えましょうかね。
日本で振り返って終わりましょうかね。本日もご視聴ありがとうございました。山形県の町ね、5箇所ほど歩こうと思って、今4箇所目なんで次歩くと5箇所ですね。合わせてご視聴いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではありがとうございました。